さあ盛り上がってまいりました東京オリンピック2050、ただいま165種目目の北京ダック早食い対決が終了した模様です。選手の皆さんお疲れ様でした。申し遅れましたが、今回オリンピックの司会進行を務めさせていただくドン正雄と申します。よろしくお願いします。さあ続く166種目目は何か。太鼓だ、太鼓の達人です。あの国民的音楽ゲームがオリンピックに登場、これは期待だ。さあご存知の方も多いと思いますが、ここで太鼓の達人の競技についてご説明をいたします。流れてくる音符に合わせて面と縁を叩くという至ってシンプルなゲーム性となっている。そして今回は競技にあたって2人の選手にご登場いただきます。さあここで本題のルールについてご説明をいたします。今回は単に太鼓の実力だけでなく戦略も重要となるようなルール設定になっています。名付けて太鼓しりとりバトル。お互い最初に50ポイントの持ちポイントが与えられ、50音順にリストアップされた曲の中から曲を選び、自分がプレイした曲の最後の一文字から始まる曲をリスト内から相手に投げるというシステムです。カ1つにつき1ポイント、フカ1つにつき2ポイントを減点で、先に相手の持ち点を0にした方が勝者となります。この他に試合内で特殊カードと呼ばれるものを使用することも可能ですが、ここで説明すると長くなってしまうので後ほど見ていくことにしましょう。それでは試合開始です。さあ試合が始まりました。右上の持ち点表記が0になった方が負けということで、こちらリアルタイムで変動いたします。南鳥選手が先行ということで、一番初めにプレイする曲はランダム選曲にて決定されます。はい、カルマ達人ミックスということで、南鳥選手は2年ほどこの譜面に触れていないようだが大丈夫だろうか。早速見ていきましょう。さあプレイの方が始まりました。この曲は太鼓の達人14、約10年前まではレベル10の扱いでしたが、新筐体になってから星9に降格して復活した曲です。はい、前半を落ち着いて叩けてるようにも見えますが、この曲は最後の複合が一番の難所となっていますので、それまでにポイントを維持できるかどうかが注目です。はい、終盤まで堅実にポイントを維持しつつ最後の難所に移ります。ここで勝負が決まるでしょう。おーっと、ここで2つ顔を出してしまう。久しぶりにやったことによって混乱してしまったのでしょうか。これはもったいない。そして今更結果は変わらないというのに、先ほどミスした箇所を叩き始めた。相当悔しかったんでしょうね。それでは続いて伊賀栗選手のプレイに移ります。さあ続いて伊賀栗選手のプレイに移ります。先ほど南鳥選手がプレイした曲はカルマ達人ミックスでしたので、スから始まる曲を選んでもらいます。はい、こちらがスから始まる曲のリストとなっています。都合により一部の曲は省いていますが、これだけ曲数があると迷うところですね。詳しく確認したい方は一時停止をご活用ください。さあ南鳥選手が選んだ楽曲はスカーレットランス、ゲームミュージックのレベル10の楽曲ですね。この譜面は途中の24部のドカドカビームや複雑な12部の複合、そして長い複合など難しい要素が非常に多い曲ですが、伊賀栗選手はどうやって切り抜けるのでしょうか。注目です。さあプレイが始まりました。伊賀栗選手は見ての通り豪快なアレンジと卓越したロール処理が売りの選手です。ゲームミュージックの中でもかなり難しいこの曲で、どのようなプレイを見せてくれるのか見ものですね。おっと、曲の前半の時点で早くも3つ顔を出してしまう。緊張しているのでしょうか。これから後のビームがどうなるか注目ですね。さあこの16ブラッシュを抜けるとドカドカビームがやってくる。さあ伊賀栗選手はどう処理するのか、ロール処理かシングルか。さあドカ処理で勝負に出た。しかし1箇所抜けてしまい3ポイントの減点と。曲はもう半分に到達したので、ここからポイントを維持してほしいところです。ロール処理はやはり楽に叩けるというのが大きなメリットではありますが、
このルールにおいてはミスをした時の失点が大きいというのが難しいところでしょう。さあ、加が9個、負荷が1個ということで序盤から少し崩れてしまった伊賀栗選手。さあ、今回の楽曲はスカーレットランスでしたので、伊賀栗選手にはまたスから始まる曲を選んでもらいます。スーハー2000がいいな。さあ、続いて南鳥選手のターン、スーから始まる曲は何が選ばれたのでしょうか。ステージ 0AC11 ということで、ここ11か11かというのがちょっと怪しいところですが、とりあえず11ということでゲームを進行いたします。この譜面は結構マイナーではありますが、言わずと知れたナムコオリジナルのリズムランの譜面となっています。さあ、勝負の2周目に突入しました。南鳥選手の残りポイントは48ポイントということで、この12部、16部、24部の入り混ざる譜面でポイントを維持できるのか。さあ、ここから変則的なリズムになり、非常に奏でやすいところですが、ミスをすることなくつないでいく。どうやらこのような譜面は彼にとって得意分野のようです。そして27部、ここの長い複合のところも問題なく通過していき、ここからが最大の難所。12部、そして16部、27部プラス12部、16部、そしてここも難なく通過。さあ、ここまで顔を出さなければウィニングランではないでしょうか。さあ、出ました、ドンダフルコンボ。伊賀栗選手はマイナーな譜面プラスこの譜面の難易度ということから、南鳥選手がおそらくこの譜面が苦手だろうと予想してこの曲を投げたようですが、その予想に反し、この曲は南鳥選手の大得意な曲だったようです。相手の得意不得意を正確に把握することもこのゲームにおいては重要になってきそうです。さあ、続いて伊賀栗選手のプレイに移ります。先ほどの善良により少なからず彼のプレッシャーは上がっているところでしょう。そして先ほどのステージ 0AC11 ということで、 C から始まる曲のリストは以下のようになっています。さあ、南鳥選手が選んだ楽曲はチェインクロニクル最終決戦メドレーということで、ここで一番最初に説明していなかったルールについて確認をしていきましょう。今回のルールでは、裏譜面がある譜面については必ず裏譜面をプレイしなければいけないというルールがあります。ですので、今回チェインクロニクル最終決戦メドレー、こちらは裏譜面をプレイしていただくことになります。さあ、現在伊賀栗選手は39ポイントということで、南鳥選手と10ポイントほど点が離れている。ここで失点を抑え、なんとか耐えてほしいところです。さあ、少し前からプレイが始まっていますが、この曲は星級の裏譜面にもかかわらず、譜面は比較的簡単であるようにも見えます。しかし後半になるにつれて難易度が上がっていくという、まさに今は嵐の前の静けさといったところでしょうか。さあ、曲も終盤の方に入ってきて、先ほどとは打って変わって曲が速くなっていること、そして曲調が変わっているのが特徴でしょう。さあ、現在伊賀栗選手は前半から顔を出さずに39ポイントを維持している。このまま得点を維持することができるのか。さあ、少しもったいないところで出してしまったものの、最後のフチラッシュはしっかりと量で通していったということで、伊賀栗選手、今回チェインクロニクル最終決戦メドレーカー3にて終了です。さあ、続いて南鳥選手のターンです。伊賀栗選手とは12ポイント差が開いていることもあり、このペースを維持できればだいぶ勝利へと近づけるのではないでしょうか。先ほど伊賀栗選手がプレイした曲はチェインクロニクル最終決戦メドレーでしたので、レから始まる曲をプレイしていただきます。レから始まる曲の一覧はこのようになっています。これ投げた
さあ現在48ポイントということで非常に好調の南鳥選手ですが、次のプレイでどうなるでしょうか。レイから始まる曲ということで選ばれたのは令和太鼓。この曲は南鳥選手は全了しているらしいですが、プレイするのは1ヶ月ぶり、譜面もそんなに覚えていないと。そしてこの曲が遅かったのを思い出し 1.5 倍速をつけますと。さあ久しぶりにプレイするこの譜面で大きく崩れないように注意してもらいたいところ。それでは行ってみましょう。おっと、開始5本まで顔を出してしまった。やはりこの手の曲を久々にやるとなかなか難しいのでしょうか。本人のやっちまったという心の声が今にも聞こえてきそうです。さあこの曲は令和太鼓という曲なだけあって非常にジャパニーズな雰囲気を感じますね。京都のお寺にいるような気分になりそうです。なんと加藤深を量産です。まるで絵に描いたような量産の仕方でした。これによって南鳥選手の持ちポイントは40ポイントまで減少。さあここからどうなるのか。さあ以降は赤を出さずに5-5タイムへ突入と。ここから挽回できるかというところで蚊がまた一つ出てしまう。これによって南鳥選手のポイントは39ポイント40ポイントを切ってしまった。さあここに来て大きく得点を減らしてしまった南鳥選手、伊賀栗選手と3点差まで縮まってしまいました。さて令和第5ですので、次は5から始まる曲を南鳥選手に選んでもらいます。さあ伊賀栗選手のターン。お互いに持ち点に余裕があるわけではないので、ここは選曲も慎重にやらなければいけないところ。5から始まる曲のリストは以下の通りです。はい、非常に曲数が多いですね。この中から何を選ぶのか。さあ南鳥選手が選んだ楽曲はコモナ、ゲームミュージックのコモナということで、伊賀栗選手はリズムナインや低速譜面が苦手なことを見越してこの曲を選んだのでしょうか。早速見ていきましょう。さあプレイが始まりました。伊賀栗選手、慣れた手つきでアレンジを繰り出していく。見てて爽快ですね。おっと、ここで顔一つ出してしまう。やはり24部と16部の区切りは難しいものですよね。とはいえまだ1ポイントの減点なので、ここから得点をしっかりと維持してもらいたいところです。さあサビまで得点を維持しつつ、もう曲の半分が終わろうとしているところ。そしてここの長い24部の複合で顔を出してしまう。しかしまだこれは許容範囲内でしょう。さあそして曲も終盤に突入。そして最後のこの長い複合を、いけるかいけるかいけるか、通していった。そして最後にもったいない顔を一つ出してしまう。ということで伊賀栗選手、このターンは3ポイント減点ということで終了です。さあこの時点で勝負がどうなるかまるでわからなくなってきました。そして伊賀栗選手には続いてなから始まる曲を選んでもらいます。こちらがなから始まる曲のリストになりますが、パッと見た感じそこまで難しい譜面はないように見受けられます。この状況で伊賀栗選手はどんな譜面を選んでくるのでしょうか。さあ伊賀栗選手が選曲したのは亡き王女のパバーヌということで、なから始まる曲はこれ以外にも難しい曲があったはず。なぜこの曲をチョイスしたのか、何か戦略がありそうです。さあ非常に落ち着いた曲調で始まった亡き王女のためのパバーヌ。この譜面は特に難しい箇所はないはずですが、南鳥選手はここでポイントをしっかりと維持していくことができるのでしょうか。曲の中盤で一つ顔を出してしまう。この曲の12部複合は非常に速度が微妙なので難しいところなんでしょう。さあこの後は得点を減らすことなく曲が終了し、カー1で終了ということで、続いて伊賀栗選手のプレイに移ります。はい、続いて伊賀栗選手のターンということで、先ほどは亡き王女のパワーヌでしたので、ヌから始まる曲を選曲していただきます。ですがヌから始まる曲は1曲しかありません。ということで伊賀栗選手にはヌムジカ AC10 をプレイしていただきます。それでは行きましょう。さあプレイが始まりました。お得意のアレンジで確実にリズムを取っていく。この曲は約600コンボの曲ですが、曲が終わる頃には約1000コンボほど叩いているのではないでしょうか。それぐらいのアレンジです。
おっと、ここで大幅に崩れてしまい27ポイントまで減少してしまう。普段からアレンジを大量にしていることが裏目に出てしまったのでしょうか。これから先が気になります。さらにミスをしてしまい大幅にポイントを減らしてしまう。これによって25ポイントから15ポイントまで減少。さあ、この後は顔を出すことはありませんでしたが、これによってイガグリ選手のポイントは15ポイントまで減少してしまいました。それでは次の曲に移りたいと思います。さあ、続いてミノメトリ選手のターン。先ほどイガグリ選手はヌムジカ AC10 をプレイしましたので、ウークから始まる曲を選ぶことができます。そしてイガグリ選手が選んだ楽曲はウから始まるビクストリーを選択しました。ここで序盤の方で説明した特殊カードについての説明です。こうして南鳥選手はビクストリーをプレイすることになりましたが、ここで特殊カードを使います。今回南鳥選手が使う特殊カードはカウンターカードという特殊カードで、相手に投げられた曲をそのまま相手に投げ返すことができるというカードです。すなわち今回は南鳥選手がプレイするはずだったビクストリーをイガグリ選手がプレイすることになります。さあ、先ほどのプレイで大きく得点を減らしてしまったイガグリ選手にとって、このカウンターはかなり緊張するものになるでしょう。このプレイはノーカットで見ていこうかと思います。それでは行ってみましょう。さあ、始まりました。イガグリ選手のビッグストリーということで、この曲は虹色2020大道場達人の3曲目として初登場を果たした曲。そして前半の難所もロール処理を駆使してしっかりと通していった。イガグリ選手は前回の達人で下位置で終わってしまい、惜しくも金達人を逃すという、この曲にはおそらく因縁、そして思い入れがあるのでしょう。はい、ここのところもしっかりと通していって、アレンジそしてロール処理を駆使しながら叩いていく。さあ、1ポイント減少。そしてここのところで2ポイント失点をしてしまう。さあ、ここで9ポイント、1桁までポイントが減少してしまった。これから先どうなるでしょうか。ここのアレンジが本当にすごいですよね。見入ってしまいます。はい、そして8ポイントに減少。さあ、ここから休憩地帯に入りますが、ここでも漏れなくアレンジを駆使していく。そして次のところのロール処理、ここで抜けないかどうかが重要な鍵になってくるはず。さあ、しっかりと通していった。ここからサビに突入。この20シブは非常に速く、そしてさばきにくい複合ですが、しっかりとロール処理で通していく。さあ、ここの12部の複合はどうか。さあ、しっかりと通していく。さあ、続いて密度の高いロール処理の箇所、ここはどうだろうか。おっと、惜しい。ここで1つ抜けてしまい、カーを2つ出して3ポイントの減点。残りは5ポイントだ。どうなる。あっと、惜しい。ここでだいぶ多く顔を出してしまい、残り1ポイントになってしまった。緊張が走る。ここはなんとか耐えてほしいところ。最後の複合まで行けばワンチャンあるのではないでしょうか。ここのところはしっかり通していき、さあ、ロール処理どうだろうか。通していった。これで最後まではウィニングなんでしょう。さあ、最後の複合。おっと、ここで顔を出してしまった。そしてさあ、これにて勝負がつけました。イガグリ選手のポイントが0ポイントになったことにより、今回の東京オリンピック2050太鼓の達人部門、南鳥選手が優勝となりました。おめでとうございます。南鳥選手には後日オリンピック委員会と私ドン・マサオより記念品が贈られますので、楽しみにしておいてください。そして今回かなり長い試合になりましたが、ご覧いただいた観客の皆さん、誠にありがとうございました。はい、お疲れです。はい、お疲れ。うんこから帰ってきました。俺もせっかくだしと思ってうんこ行ってた。まああんだけやってたんだし、いけるだろうってちょっと思ってた節があった。ああ、なるほどね。あんだけやって、達人受けまくってたし、まあいけんじゃねってちょっと思っちゃってたな、あれは。残り14だったしね。そう。
まあ、負荷に気をつければまあ大丈夫だろうと、うん、でその、まあ、カードを使い切らしてしまったら、うん、もう割と強い曲投げ放題なわけじゃんこっちからしたらさ、そうだね、うん、だからそのさっさとカードを使わせようと思ってビッグストリーで行ったけど、まあお察しの通り やらかしてしまいましたまあじゃあそんな感じで一応試合の振り返りはこれで終了ということで、ありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。はい、またね、なんか面白い企画思いついたらやってみようかなと思うので、そうだね、また撮れたら、まあ俺としてもそっちのチャンネルに出させてもらえるとありがたい話なので。そうだね、あとこの前撮った、まあそっかこれ言っちゃうとあれか、8月の中旬ぐらいにもう一つコラボした動画っていうか、そうあれがあるから、ね、まあ、それもお楽しみにっていう感じで、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとう。はい、じゃあお元気で。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ、ありがとう。